よしです。はい、今日はなんやろうね。いやいいね、いい、うん。でもなんか僕もちょっと聞きたかったし、まあまあ五郎さんって言うてこれしか知らんのじゃないかぐらいの分野の話で、皆さんにおすすめしたい。まあちょっと前この間とミサイゴの話。これしか能力ないって俺が思ってることの一つなんやけど、はいはい、この間のやつにちょっと関連するね、はいはいはい、おすすめのバンド、かっこいいバンド、バンドを教えました、ね、ちょっとあれなんだけど、はいはい、僕もすごく聞きたいし、実際五郎さんに教えてもらったことがあるから、うん、すごく役に立ったんだから人にちょっとおすすめしたいんだけど、はいはいはい、今日聞こうと思うのは、はい、フィリピンのおすすめの曲ベスト3。あ、まあ、僕は当時五郎さんに聞きたかったのは、うん、カラオケ行った時に、うん、でもフィリピンね、タガログ語で歌える曲を僕は教えてほしいって、はい、何曲か教えてもらって、はいはいはい、やっぱ行って歌ったらウケたじゃん、セブとかでさ、ウケたウケたウケた、もうあの気持ちよさといったら、はい、だからなんか今でも歌いたいけど、今はもうフィリピン人と対面してないからそこでも歌う機会がないからだけど、まあ俺も歌ってほしいしね、みんなに、うん、なんかね、まあ、意味は分からんでいいから、うん、歌詞とかね分からんでいいから覚えてぜひ歌ってほしいなって思ってるから、そうそう、そのおすすめを今日、わかりました、うん、歌いやすい、歌いやすいベスト3、ベスト3、うん、うん、そうしましょう、そうしましょう、オッケー、じゃあ3位からいこうか、うん、でいいですか、まあせっかくなんで3位は僕が実際ヨッシーにおすすめした曲にしました、うん、はい、あ、何曲かのうちの1曲、うん、どれ、はい、こちら、ドン、バナコね、ああ、キンダーガーデンの、うん、キンダーガーデン、これいい、キンダーガーデンね、うん、そう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 、これこれ、カリティなんかあります、じゃあなんか五郎さんにこれ一番最初に覚えろ、覚えたらって言われて、そう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 、したらまず覚え、ちょっと簡単な、あ、まあ、ちょっと説明すると、うん、結構有名な曲やし、うん、テンポがすごいゆっくりなんですよ、そうで、ちょっとだけおしゃれというか、なんか古い感じはしない、あんまり、若い感じはちょっとしてっていうところでこれを僕は紹介したって感じ、うん、なんかこれが人生で一番好きっていう人何人かってるの、マジフィリピン人、そんな曲のチョイスやったんや俺、人生で、ね、うん、EJ の奥さんの花ちゃんのこれが一番好き、だからなんか、ほんといい、これはいい、僕も体験談で思う、これ一番ラブソングやしね、心に響くんじゃない、歌詞は俺は分からんからさ、歌詞一切分かってないけど、なるほどね、これはほんと僕も体験談としてそう、だ実際歌ったもんね、ね、歌った、もう歌いまくった、歌いまくった、ね、うん、なんかあったら歌ってた、この曲ね、結構ね、まあ、これね、バナーコーって言うんですけど、うん、大事な、なんかタガログ語を勉強する上で大事な単語とか発音とかがいろいろ入ってるから勉強にもなると思います、はい、なんかこれが3位かな、あー、なるほどね、あ、そんな思い、でも逆に今そうかそうか、そんないい曲を勧めてくれたのかと思うけど、うん、今から上がってくる2位3位なんで俺に勧めんの、いや一応勧めたと思う、本当じゃあ分からんけど、分かるよ、分かるよ、2位じゃあ、うん、いきましょうか、うん、うん、これでいいかな、うん、うん、まあまあこれは数々あるけど、うん、まあちょっとこれは個人的なおすすめもちょっと入っちゃってるんで、はいはい、ピーキーも入っちゃってるんですけど、おー、なるほど、あ、なんか分かった気がする、こちら、トン、サヨこれはもうね、ゴロチャンネル見てある人だったら、うん、これね、まあサイレントサンクチュアリーっていつも言ってるバンドの曲、多分一番有名な曲なんですけど、うん、あのね、普通にいい歌、あの五郎さんの、うん、あったじゃん、一番最初、一番最初がこれか、チャンネルの、あ、そうやね、うん、俺の歌ってみた動画、あれ歌詞って出てたっけ、歌詞も出てんかな、わかんない、まあ、勉強しやすいよね、逆に、うん、もしどっかで歌いたいって言ってもらえたら、そうね、うん、それ見てもらったら、だからこれね、ほんま、マジのラブソングで彼女のために歌ってあげるのもめっちゃいいやろうし、テンポもゆっくりなんで、ゆっくりの、確かにそうだな、僕もあの五郎さんの動画見て覚えたで、ピアノ入るのね、すごいいい曲なんですよ、はい、じゃあぜひぜひ聴いてみて、これマジで聴いてほしいわ、まあそれ知ってるでしょ、いや知らんと思う、あんま興味ない人が多いからな、 OPM もね、その流れで俺1位分かってもったわ、マジで分かってもうた、俺も500分の1分かんない、
俺と谷さんが熱唱してたやつじゃないの？なんかあったっけ？ちょっとじゃあ、お願いします。1位はこれはもうちょっとダントツかな。ダントツ、ダントツ俺の中ではね。はい、まあまあ1回出します、うん、せーの、ドン、なんでとアコっていう歌ね。あのオギーアルカスイットっていう歌手の、うん、まあ結構古いんですけど、うん、聞いたことある？多分これも紹介はしたと思うんですよ。うん、どうしてた？なんでとアコ。あ、超知ってる。知ってる。ああ、なるほどね。はい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 。これはなんで1位かっていうと、うん、まあテンポもねずっとゆっくりなって言ってて、これもゆっくりなんですけど。僕自身が初めて覚えた曲なんですよ。あ、この歌、俺に、そうだ、パンがこれ次に進められて、だから思い出補正ももちろんあるし、僕が最初に結構覚えやすいなって思えた曲だったんで、ってことは皆さんも覚えやすいかなと思って。いや、これも、いや確かに聞いた曲の回数じゃ僕2番目ぐらいは。めっちゃ古いけどね。でもフィリピンって日本みたいに古ってならないんですよ。いい曲はいい曲だね、ちょっと。だからみんな知ってるこの歌も。あー、なるほどね。分からんかったらちょっと歌って一緒に歌ってもらうとかできるし、うん、でこの曲は構成も良くて、まあ普通に A メロ B メロサビとか、うん、でちゃんと盛り上がるところもあってみたいな、うん、なんか、うん、ベーシックな作りしてて、あー、いやー、また改めて俺ちょっと覚えよう。うん、でもね、なんか無意味にフィリピンパーク行こう。いや別にキャーキャー言われたいから。今のご時世的にどうかいいかわからないけど、はい、うん、嫁か、あと、はい、そうやね、嫁と行くのも面白いよ。嫁さんと行こうかな、フィリピンパークね。ね、うん、ぜひぜひ、これからね、始めてみてはいかがでしょうか。はい、はい、いや、よかったわ。よかった、うん、なんか勉強だったっていうか、まあ、確かに全部進められたことあったわ。もっと聞きたいっていうのがあったら、うん、もっと紹介できるんで、いくらでも。バンドもそうやし、いくらでも、こんな曲調のいい歌ないですかとかって。音楽関係ほんと詳しいよね。聞いてください、コメント欄で。ほんとに好きなんだなと思うけど、まあ、ただ欠点は、その話になるとちょっと長い。いや、足りひんよ。良さが伝わるかなと。尺これぐらいにしてくださいって思っても。ありがとうございました。